What's up, guys? 今日はね、非常に激しい戦いをちょっと繰り広げてきたので、この弱弱軍団で、と言ってもコサックしか使ってないけど、最近ね、コサックでいかに最後まで乗り切れるかっていうのを、テーマにしてるから、じゃあどうぞ。このマップ、スプリングフィールド。このマップはね、敵と味方がどこに配置されるか分かんないから、最初真ん中に行って。今回ね、これ、遅れてやってる。すごいね。これ、相手にしてる。ハイレーンがいるの分かるよね。だから、しかもビーム付き。絶対に表に出ない。表に出たら狙われるから。代わりにハリケーンはいない。ただし、オピオンが近づいてきてるのが見えるね。オピオンに近づいて上からやられると厄介だから、この橋の下に潜り込んでちょっと様子を伺う。オピオンは多分、こっちの存在に気づいてる。オピオンのアブソーバーが取れるのを待って、打ち込む。で、これね、今回ジャンプ打ちしてないでしょ。ジャンプ打ちしてないのは相手がレーザー系いるから。レーザーとかビーム系。この場合は、サイレンがビーム系だね。ビーム系は自動照準になるから、ジャンプするともう的っていうかさ、ずっと当たりっぱなしになっちゃうんだよ。逆に、そのキネティック系とかだったらジャンプしてかわせるけど、レーザーはかわせないから、ジャンプしたら絶対逆に的になっちゃう。で、今もう、レーザーいなくなったから、で、左パッと確認したら、左押し込まれてるわけ。で、ここで相手をこうパッと見る。一人ステルスになってるね。つまり、オロチかリンクス。で、リンクスの姿が見えるかと。リンクスは足速いから、こうやって、並走しながら撃つ。同じ方向に。そうしないと、ハリケーン当たんない。避けられちゃう。全部かわされちゃう。相手がそこで一回止まったので、様子を見てる。ただ、これアイリスシールドが硬いね、相手。で、一人下落ちちゃったでしょ。これ実は味方、今ね、後ろに二人いるから、5対2。厳密に言えば下に落ちたリンクスだけで言うんだったら5対1なんだよ。それでもこんだけ硬いから。ちなみに後で確認したけど、このリンクスはレベル6ね。マーク1のレベル6。で、右を確認、左確認。とりあえず左は一旦落ち着いた。下に落ちたリンクスが多分死んだから。でここで一息つけるかなと思って右を見ると。右を見ると、もう400メーター以内に近づいてきてるわけよ。この距離は危ない。で、味方こっち、もうあの味方が死んだでしょ。これもう3対5。で、一人味方が多分復活したけど、今前にいるのが、一人いないんだよ。どっか行っちゃってる。これはまずいぞと。とりあえず、両面から安全が確保できるこの、なんか家の、一度で、なんとかやり過ごすと。右ね、味方が登場してくれるのを待ってんだけど、なかなか現れない。こう、当たんないから、左側の敵は。ジャンプ打ちしてみたり、斜め打ちしてみたり、いろいろ変えてやってるわけ。相変わらずね、こっちの右に出てくる。味方。なんか特攻していったんだよね。でもこのゲームね、2対1とかだったらもう絶対負けるから、絶対味方からそう離れないこと。で、今こう復活したのが、せっかく来てくれたけど、これなんだろうね、スコーピオンだったかな。これロックか。もうこれは使い物にならんなと。で、ジャンプ打ちで、キルを担いでおきつつ、こっち側は俺はもうダメだと判断して、向こう側に逃げることを受け。味方のロックも聞いてくれればいいんだけど、聞かないからね。さて、これどっちが安全になるかっていうのを今見てるんだけど、どうも見た感じ、左側の方が壁が多いと、障害物が多くて安全が保障されてそうだなと。
で、今これ味方タイタン出てるでしょ。この時間でタイタン出てるってことは、先にもうタイタン出しちゃってる。で、このリーグ帯だと先にタイタンが出てる方が大体負けるので、相手にアオミンがいるね。クソミンが。クソミンの絶対射程距離に変ないように気を使いながら、で、なんか、このね、マグナムの敵が来るわけよ。マグナムは無限に撃ってくるから、ほっとくと厄介だから絶対先に始末する。で、これでもう右側ダメだと思ったので、左側に攻防。この間、クソミンに牽制入れるの忘れないでと。なるべくなら下に降りてくれた方がいいから。で、これコサックのいいとこなんだけど、コサックは、無限にジャンプできるから、あといくらでもね、逃げられる。さっきのジャンプはアビリティのクールタイムが非常に短いので、だいたい2秒置きぐらいにジャンプできるんだよね。これはとりあえず左側の安全を確保しようと、左側の脅威を排除しようとしてるんだけど、なかなか当たらないどころか、まあ、これさ、もう味方の一人が、多分これ出てきてないんだよね。在籍はしてるけど出てきてない。輪投げは来た瞬間にも避ける。で、今ちょっとミスったのがジャンプしちゃったから、相手が凍結ビームだったでしょ。凍結ビーム食らっちゃったんだよ。で、今こう攻めてきた相手マーキュリー。マーキュリーは、さっきミスだったね。ジャンプしないようだった。マーキュリーはこれはビーム系じゃないので、ジャンプ打ち。で、仕留めると。じゃあ、こっからが問題よ。もう、2対4、2対5。これは勝てないなと。とりあえず、適当にお茶を濁す。本当ならこれ、そのまんまね、タイタン使わずにやり遂げるっていうのは俺のポリシーなんだけど、さすがにこれ、2対5で、しかも1人は多分使い物にならんと。これはもうタイタン出してやるしかないなと。ただ、ここで、ちょっと注目してほしいのが、インシニレーターのリンクスいるでしょ。で、俺のこのキットって、武器レベルマックスで、中身もマックスだね。アンプがちょっと弱いかな。でもさ、こう油断してるとさ、リンクスにもうやられちゃうのよ。だから橋を使って、左側を防衛しながら、なんとかリンクスを相手にしないようにして、勝った。それぐらいリンクスは強い。はい、問題の一戦、これ。ドローンシャイつけてるから、最初はね、こうやって芋って、相手を何体かこうやってから、こうしないと防御力がこうつかないのよ。ワンパンで沈むからね。だいたい最初に3体ぐらいやってから行くんだけど、はい、早送り。その過程でやられた方ってさ、やった人の、なんか映像映るじゃん。やっぱリンクスじゃねえ。ごめんごめん。コサックにやられたら頭くるんだろうね。このコサックがなんか得意げになんかこう、なんかジャンプしながら撃ってる姿とか見るとさ、すごい腹立つんだと思う。これ今斜め打ちね。わざと照準ずらして撃ってる。斜めに入る。で、ここで、ん？なんか変だなと。なんか違和感を感じるなと。これなんか近づいてきてる。あれ？リンクスかな？でも、全然これ、クルスできないじゃん。あ、ロキだみたいな。ロキ来ちゃったみたいな。ロキは手強いのよ、これ。味方が、ロキの島を作れるのかなと思ったら、カレーに来る。もう、この時の俺の心境はもうね、恐怖よ、恐怖。もう超焦ってる。で、本来こっち側のエリアは、このロングのエリア。もう味方とさ、相手のタイタンがめっちゃやり合ってる。もうそんなのもう言ってらんないから、もうロキに殺されるっていうね、恐怖がね、すごくて。もうそこ敵だらけなんだけど、もうそんなこと言ってらんないよね。もうこっちに逃げるしかないから、絶対やられるから、敵に。
もうちょっとパニックになってるから、これ。左見たら、お、来てる来てる。ドキ来てるんだよ。アシストとかもどうだっていいから。ヒルとか、どうでもいいから。とにかくもうドキが、しかもね、この、デッドシティの緑と、ほら、保護色になっててわかんないの、ドキが。それで。しかも火炎放射器で来てるじゃん。あと、これは絶対やられるやつだと思ってさ。なんか向こう行っちゃったんだよ。一回とりあえず、ロケット見舞いしといて。ミサイルが。味方のタイプが来てくれたから、終わんないって感じだったんだけど、見事にロケット左にする。今、キルとかしてるけど、どうだっていいから。この試合多分5か6ぐらいもキルしてるけど、もうどうだっていいから。ロキがとにかく怖い。一回このすり鉢状のね、真ん中の方に行っちゃったんだよ。ロキがと思いきや、ここにいるんだよ。めちゃくちゃ怖いから、これ。プレイしながらしつけーって言ってるけど、本当に怖い、これ。味方のタイフォンがなんか、やってくれるかなと思いきや。タイフォンが装備してんの、トランバスなんだよね。なかなか当たんないね、これ。まだ追っかけてきてんの、そんなに俺のハリケーンムカついたのみたいな。ここでちょっと不思議なことが起きて、味方にもね、ステルスの人がいるんだよね。何だったんだろうね。どっちかな、ずっとストレス。ステルス。一体これ、ロッキーは、そう、ここですり鉢状の方に行ったのね。やった、距離は過ぎ去ったと思って、ちょっと距離取って安心しようと思ったよ、ここで。ところが来るわけ。またこっから来るわけ。全然諦めてねえよ、こいつって。しょうがない、もうタイタンの方に行くしかないよね、これ。焦ってるから操作がちょっと雑になってる。タイタンに挟まれて、タイタンとロッキーに挟まれて、これはやばいと。真ん中から逃げようと。ただ真ん中も敵のタイタンのイメージ使ってる。この方が来た。後ろ向きに逃げるから、ね、これ後ろ向きに逃げるって後ろに敵いたら終わりなんだけど、もうそんなこと言ってらんないからね。このロッキーの恐怖がやばすぎて。まだ来るんだよ、ほら。足の速さは一応まだ勝ってるから。真ん中に、なんかタイタンっぽいやつがいるんだよね。もう来てる来てる来てる。ついでにタイタンになんか、浴びせとくかみたいな。ノリでね、やってるの。ほらほら、来た来た。炎が来た、炎が。解放射器が。超怖えよ、これ。ただ、ここを曲がった時に敵が一人もいなかったので、これは勝ちかなと。こう、ぬって出てくるの、ロッキーが。ほらほら、ぬって。めちゃくちゃ恐怖。ただ、1対1だったらこれは負けないと思って。もう、HP 少ないから、僕。あいつ、あんだけ俺を頑張って追っかけてきてさ、一撃で死ぬ。ここはもうあの強化試合だからここはもう早送りまあ見事タイタンスレイヤーをゲットして、まあ勝ちだなと。で、これその、すぐ後の試合なんだけど。やっぱり、このまま。100点取ってるから、すぐ逃げないと、このまま。やられちゃうんだよね。まあ、この、イモリはとりあえずパスしておいて、この辺でね、いつものあの、小作専用投資か。この辺で、でもなんか、真ん中にやっぱいるなと。で、真ん中にやっぱいるなと。ん？なんか緑色の、機体がこっちを向いている。あ、これはまさかとこれはまさかとそのまさかなんだよね、これが
来てる。多分これ別の人なんだけど。多分最近このリーグ帯で、多分俺噂になってるわ。うぜえ臭いやつがいるって。これはね、作戦としては、坂を下らせて、こっちはジャンプで逃げるっていう感じ。見事引っかかって。で、これ敵さ、ものすごい数少なくなってるのわかる？最近ね、みんなすぐ抜けるんだよね。負けそうになると。で、ロキは俺を見失って、頑張って統合してんだけど、誰かにやられた。で、勝利。次の試合、これドレッドノートで。残り時間が少ないから、もうほぼタイタンだ、相手は。この試合は珍しく、敵味方ともにものすごいばらけてる試合だった。このイムギがすごいいい働きで、まあ、ちょっと前に、第一ライブで言ったけど、イムギ強すぎるんだよね。ステルス状態の時に攻撃できる機体っていうのは反則だと思う。このね、アーサーのビームが厄介なんだよね。はい、一体感するよね。で、真ん中の、穴に入ってるやつ。あれさ、キットじゃん。キットって、ハードポイントが腕についてるから、低いとこにいる状態だと、こっちへ攻撃しても当たんないんだよね。上の攻撃、上の武器しか当たんない。だからあいつはあんま気にしなくて。問題はこっちのアーサー。移動で持って、この辺から。通常機体と違ってタイタンは、打点が上というか、このゲーム基本的に、ロボットの真ん中にあの、エイムが合うようになってるから、ジャンプ打ちとかしなくてもタイタンの場合は普通に一歩で当たるから、ちょっとあります。ここはちょっと綱渡りなんだけど、まあうまく向こうのキックはこっちに続いてなかった。ここは少しストーブを警戒して距離を取る。なんか、キックはスコーブが厄介すぎるからね。で、これもうさ、3対1で、相手のタイタンも死ぬの秒読みじゃん。これね、あえて打ってない。もうダメージを見てるやつ、ここで。キルパッてする気満々だから。これはいけると。これはいける。対するもらったと。そして、みんなに俺はコサックでやったぞってことをアピールするためにジャンプ。これが最高の試合よ。これがコサック使いよ。最後までコサックでやって、最後にジャンプして、仲間に見せつける。これがコサック使い冥利に尽きるって思うよ。もう楽しくてしょうがない。じゃあこの後はおまけ見て、まあ、楽しんでもらえたかな。じゃあバイバイ。さて、このリザルト見てちょっと思うんだけど、これさ、勝っても負けても1位だとプラスになるじゃん、リーグが。ただこれ引き分けだとさ、ゼロなんだよ。これ談合してさ、全部みんなゼロに、引き分けにするようにしたら、みんなリーグ上がんなくて済むんじゃねっていうね。